いいじゃん。だいぶ。いい感じ？軽くなった。けどさ、やっぱ今日はさ3階席からやってるからさ、ちょっと当たればさ飛んでる風に見えちゃうんだよね。そう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 。でも今日、うん、空振りが、そうね、だからちゃんと当たってる感覚をね。それだともう多分1階席で打ってたらゴロだよね。うん、しっかり当たるようになってきたね。空振りなくなってきた。おお、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。はあ。もう先生に言われたことはね、ちゃんと一回一回、体にね、染みつくまで、胸上げて、顔上げて、胸張ってか。自分の中で打つ前に繰り返して、うん、いいよ、うん、ちょっと右だけどいいよ、全然。ちょっと9番じゃなくて今度なんか別のクラブ振ってみる？ユーティリティとか。うん、ハーフスイングで、とりあえずハーフスイングで、ハーフスイングをずっと練習しろって言ってたから。ハーフスイングで一回素振りした方がいいね。ハーフスイングはこっちからここからここまで。そうまあ、クラブが長くなるからね。なんか違う。どこまで飛ばすとかさ、自分の中でイメージ決めてさ。うん、難しいよ。うん、いいよ、今のいいよ。うん、いい感じ、いい感じ。うん、ちょっと先っちょに当たってるけどね。うん、うん、もうちょっとテイクバック後ろまで行っていいんじゃない。そうなると逆に難しくなるんだけどね。で、下を吸わせるね。シュッてなるようにね。Mm-hmm.
いいじゃん。そうそうそう、今のいいね。成長してる？いや、成長してるよ。やっぱね、けどこのままじゃね、100は絶対切れないしね。そう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 。俺なんか特に85なんて100%切れないしね。じゃあまず先生から課題あったやつで片手打ち。片手打ちね。でも片手でそんな打てんだ。むずいこれ。体重後ろ、後ろ体重、うん、前のめりにならない、うん、あと膝を伸ばす。おお、それだよ。それそれそれ。で、球を上から潰すよ。お、いい感じ。一回当たるといい感じ。うん、いい感じ。うん、ありがとう。あ、やばい。今のはもう後ろ右に行っちゃった。感じだと思ってるけど、みんなだと思ってるかわかんない。けどね、ちょっとアイアン使えてからね、うん、すごい飛距離がすごく伸びたんですよ。うーん、あの先生言ってたじゃん、帰ろうって言ってたでしょ。で、これちょっと柔らかいシャフトになったね、NS プロで。いや、前よりなんかすごくいい感じ。いい感じ。うん、そう。わかんの？ポイントでわかる。劇的に違う。違う。マジか。それはいいね。球がすごい伸びるようになったんですか？なんかね、違うと思う。違う。うん、ちょっとこれで85ね。医療を目指して、ね、これ58の58のこの間先生に58を使えねえって言われて下手くそすぎて。ちょっと低く出すイメージ。I got a lot.
えるようにしないといけないね、58のね。試合敵です。リラックスでイコール敵です。なるほど、はい、テロップ出してください。力みイコール敵、はい、勉強になりました、はい。